はい、皆様こんにちは。Amazon データサービスジャパンの吉原と申します。ちょっと負け気味ということで自己紹介とに回してですねお話していきたいと思います。なぜ私が今日この場にいるかと言いますと、先ほどGVL で名前も Amazon っていっぱい出てましたけれども、Amazon ってライフサイエンスとかゲノムの世界で結構使ってくださっている方がいらっしゃいます。グローバルに言いましても、で実はピタゴラギャラクシーにおきましても、こちらクラウドで使うというのがもうページに出ているので皆様ご存知だと思います。クラウドでどうやって使うんだろうかというあたりを含めてですね、少しお話をしていきたいと思っております。もうこれ実際に見ていただいて少しお話できればと思っております。でクラウドということで使ってみましょうという手順をこちら入れてくださっています。本当にありがたいことです。おおむねこれをご覧いただければ大体お分かりいただけると思いますけれども、ちょっとそれを前でやってみたいと思います。 Amazon Web サービスのホームページでございます。Amazonaws.amazon.com というふうに言っていただいたら出てきます。でこちらでですね、実は皆さんサインアップしてくださいというのがございます。一番上のところにですね、角っこにサインアップというのがあると思います。ぜひ皆さんも使うときに使ってくださいというのがありますけれども、Amazon で買い物じゃない方の Amazon でアカウントを持って使ったことがあるということどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。これは少ないと皆さんお感じかもしれませんけど、結構これぐらいの率なんですね。これぐらい言ってくださることは私も嬉しいです。でこちらのサインアップということでですね、サインアップしていただいてアカウントを作ると、いずれですねこういう画面に入ることができます。 Amazon Web サービスという画面、これは管理コンソール、マネジメントコンソールといっていまして、クラウドサービスのさまざまなサービスを起動したり管理したりするための画面になっています。ついこの間で僕は英語ばっかりでして皆さんに嫌われていたんですけれども、つい先日ですね日本語化されました。日本語変やなとかちょっと私は気持ち悪いなと思いながらこう見てるんですけれども、日本語も使えるようになって本当にこれしか知らないユーザー様にぜひ触れていっていただきたいと思っています。実際問題ピタゴラギャラクシーのホームページの使い方のところを見ていただいても、こういうフローで入っていくんですけれども、 EC2 というのが、仮想サーバーです。Amazon で EC2 って言っちゃうと EC2 ってなんかこう通販なんかなとかいろいろ思っちゃったりするんですけど、別に通販用じゃないです。何使っていただいてもいい仮想サーバーです。Windows、Linux のさまざまなサーバーを起動することができます。で実際どうしていくかというとですね、 EC2 というところをクリックしていただきますと、まずここで世界中のどのデータセンターを使うのかというのを選択していただきます。さっき GVL でシドニーの話が出てましたので、シドニーちょっと行ってたんで、これシドニーになってますけれども、皆さんだったら近いところ東京を選んでいただいてですね、立ち上げていただいたら東京に必ずサーバーがあります。日本国内です。絶対大丈夫ですというのがまずあります。でこちらでインスタンスというのが、さっきのインスタンスという言葉が出てましたよね。インスタンスの作成というのをやっていただきます。でその中で最初にどのシステムのシステムイメージですね、よくシステムのバックアップとバックアップイメージからリストアップするって皆さんやってらっしゃると思いますけれども、そのようなものだと思ってください。Amazon 向けのシステムのイメージがいっぱいあります。で、こちらに出てるクイックスタートというのは Amazon が標準的に用意しているものですけれども、それ以外にですね、例えば自分で作ったシステムをバックアップということもできますし、マーケットプレイスということで、商用でですね、ライセンスフィーも込みで提供してくれているようなものもあります。今回はコミュニティというところに行きます。するとコミュニティ AY って、そっち東京リージョンだけで 22,870 人の、なんていうんでしょうか、皆さんがカスタマイズされて公開しているようなシステムイメージがあるわけですけれども、この中でギャラクシーとやっていただくとですね、見てなく出てくるわけでございます。ホームページ上の紹介では 0.2.6 がサンプルになっていますけれども、私は昨日この 0.2.3 ですね、こちらを選択して立ち上げてみたんですけれども、皆さんの次はどんなマシンで使うんですかというのが出てきます。さっき彼のはいつもですね、なんかこうスクーターみたいなやつから、サーバーからこう電車みたいなですね、やつありましたけれども、例えばこの上の方の T2 なんとかっていうところ、この辺は多分さっき の個人用のモードに、ラットパンっていうこうスクーターみたいなやつですね。でその下にですね、実はもっといろんなのがありまして、例えば36個や60ギガなんていうのもあるわけです。でこういったものを選んでいただきますと、おそらくさっき車一台でしょうかね、サーバーのイメージとかということになります。こんな風に非常に幅広いタイプを選ぶことができるわけですけれども、とりあえず T2 ミディアム、仮想コア2個、メモリー4ギガぐらいが最低ですよという話があります。でこちらでですね、立ち上げていっていただいて、
まあ、この辺いろいろとありますけれども、これはおいおい見ていただくということにしましてですね、よいしょ、ストレージも100ギガ、200ギガのストレージで立ち上がろうっていうのをデフォルトで付けてくださっています。で、これで今度インスタンスに名前だけ付けておきます。ピタゴラギャラクシーということで名前だけ付けます。で、ちょっと管理上ですプロジェクトっていうのを作っていまして、プロジェクトにやっぱりピタゴラギャラクシーというのを付けておきます。するとですね、今度はですね、ファイアウォールの設定どうしましょうというのが出てきますから、ファイアウォールでは、HTTPS と、HTTP とそれから8080を足してくださいというふうになっています。現実問題、実は8080しか使わないという話もありますけれども、とりあえずあと SSH ですね、しか使わないとなりますけれども、これで作成とやるとですね、認証のための鍵のペアを生成するという画面に飛んできて、これでインスタンスを作成ってやると、実は数分間でもう仮想サーバーが向こう側に立ち上がっています。さっき言ったこのスクータークラスであろうが、サーバークラスであろうが、もうここから多分数分間で立ち上がってきます。何が起きているかというとですね、こちらに私のインスタンスのリストというのが一覧ずっと出てますけれども、こちら多分下から2つ目ですね、ピタゴラギャラクシーがくるくる回ってますけれども、これが今立ち上がろうとしています。ただですね、ちょっと今待ってるわけにもいかないんで、こちら、すでに立ち上げたピタゴラギャラクシーがあります。こちらで IP アドレスが割り振られていますので、こちら入れてですね、やると、まあ、アパッチが動いているだけと、当然なるわけです。で、実際ピタゴラギャラクシーじゃなかったらギャラクシーにアクセスしましょうと、要すると8080のポートを入れていただくとですね、こうやってちゃんと裏でギャラクシーが動いているということになるわけです。だからこれでも皆さん使えちゃいます。ちょっとまあ端折りましたというか立ち上がるようになってますけれども、それ皆さんもまず使っていただいたら5分でギャラクシーの環境が出来上がるわけでございます。で、先ほど私も言って申し上げたことがありまして、確かに定価で使ったらちょっと高いかもしれません。さっきのサーバークラスはですね、32コアとか36コアあって、メモリが60ギガぐらいのやつでしたら、定価で使ったら1時間で3ドルぐらいかかっちゃうんですね。300円から400円かかってしまいます。ところがそれ以外の実は直でですね、Amazon ってそのサーバーリソースを提供しています。どういうことかというと、 Amazon 非常に大きなお客様のベースになっています。で、このお客様の需要が当然変動するわけですね。ですから変動を吸収できるための余裕をしろというのを常に持っています。そこのところを直で実はご提供したりしています。これをスポットインスタンスと言います。ですから、例えば学習目的であるとか、途中で落ちてもう一回やり直したらいいやとかですね、いうことを割り切っていただけるんであれば、例えばこちら、出てますけれども、これは C48X ラージンと書いてますから、ハズウェル、最新のハズウェルですね、36仮想コア、18物理コア、60ギガのメモリ、こういったやつが1時間25セント、30セント、それぐらいの感じで使えてるわけです。ですからこれ使っちゃえば結構お安く、使えることもできると思いますし、もう一つ、Amazon には女性プログラムというのもございます。AWS インエデュケーション女性プログラムといいまして、例えば研究なさっている皆様でですね、本当研究プロジェクトのテーマが本当に新規性があって、 AWS のリソースを使ってこんなことやるんだというところに面白みがあるような場合でしたら、ご利用料金の一部というものを無料で使っていただけるように、私どもから無料留学も提供したりします。ですから Amazon の高いとは限らないということでですね、ぜひ覚えておいていただきたいことが一つだけあります。何かというと、私のメールアドレスだけ覚えておいてください。もし何かしたいと思ったらメールに付いただいたらですね、必ず、ご返事差し上げてご支援申し上げます。ヨシアラと申します。 YOSHIARA で、その下ですね、ドメイン名 COJP と書いてますけど、 Amazon.com でも COJP でもどちらも届きます。YOSHIARA、これだけ覚えておいていただいたら、クラウドで AWS で、ギャラクシー使おうという時の安く使う方法、あるいはちゃんと使う方法、いろいろとご説明に上がりますので、声をおかけくださいということで、本日一応終了したいと思います。本日の資料ここに上がっています。で、この後ですね、結構見ていただきたい面白いスライドなんかも入れてます。ライフサイエンス、ゲノムの解析の中どう下がってきたかとかですね、プロダクティビティがどう下がってきてしまったかとか、各国の GDP におけるそのゲノム系のですね、支出の増加具合とか、いろんなものが出ていましたから、皆さん本当頑張りましょうと。1台であろうが1000台であろうが、
あっという間に手に入るクラウドを使ってぜひ生産性を上げて使ってくださいということで言っております。こちら資料多分リンク貼ってくださったり、あるいはこちらメモっておいていただいたらですね、ダウンロードいただけますのでぜひ入手いただきたいと思います。本日はお話しいただきましてありがとうございました。